はい、それじゃあね、Google でこれシナの変換してみましょうか。シーナとやるでしょ。シナ、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 シナが出てきますね。シーナで変換するとシナがないんですよ。ね、チャイナの意味のシナが。シナ地区で言ってみましょうか。シナ地区って言うとこんなシナ地区が出てくるでしょ。で、一応ね、こういう風にシナ地区で検索するとカタカナなんですよ。シナって例のね、シナっていうのがあるじゃないですか。もうどういう風な呼び方するのかわかんないですけど、出てこないですね。シナ。なんでしょうね。で、Facebook の方で、例えばこれシナ。これしてもね、やっぱ出てこないですね。なんでしょうね。国際的にシナっていうのは、これでいいんだと思うんですけども、なんか、黄色少女が出てきますけど、なんですかね、これは。なんででしょうかね、シナ。で、代わりに中国名、呼び名。ね、中国呼び名で検索すると、シナ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 。あ、これね、この漢字が出てこないですよね、シナ。シナとは中国またはその一部の地域に対して用いられる地理的呼称あるいは王朝政権の名を超えた、通史的な呼称の一つであるっていう風になってるわけですから、シナで検索してこれがね、出てきても良さそうなもんなんですけどもね、なかなか出てこないんですよ。で、これで検索してみましょうか、シナ。シナ蕎麦屋。あ、ね、これシナ。シナ蕎麦屋で出してみましょうか。シナ蕎麦屋。佐野みのるさんの、品そば屋、ね、ありますね、品そば屋。ということでね、品で検索すると、この、伝統的な品っていうこの二文字が消えてるんですよ。なんででしょうね。品は出してくれりゃいいじゃないですかね。ということでございました。